おはようございます。3日目の朝です。時刻は現在7時30分ですね。今からシャワー浴びて、まず駅に行って、ホアヒン駅に行って列車のチケット買ってこようと思います。で、それからどっかで朝ごはん食べようかなと思います。さあ、ホアヒン駅にやってきました。サワディーカップ、アイプラチュアソンハーハー Here number 255 na? Depart time 11:47. You can sit anywhere. Anywhere, okay.ポップンカップ。さあ、これで無事チケットゲットできました。席は自由席だそうです。11時47分発で、プラチャップキーリカに着くのが13時27分、1時間40分かで、料金は19バーツ約60円です。タイの駅ってこう駅前に古い列車とか SL とか置いてある場所多いですよね。ขอบคุณครับวันนี้โจ๊กไม่มีนะคะวันนี้โจ๊กไม่มีครับข้าวมันไก่もありますし何が美味しいんだろうねここチョークはない言ってましたね。はい、チョークの意味。ข้าวต้มไหมข้าวต้มข้าวต้มทะเลรวมปลากุ้งมือไข่เชลโอเคข้าวต้มทะเลหนึ่งอันนี้อร่อยอ๋อหอยจ้อเอากับรวมหนึ่งโอเคแค่นี้ครับก็ซึ่งตัวนั้นเดี๋ยวありますねมีคนมีคนมาหวาน飲み物はこういう中華系の店では定番のオリアン頼みました。うん、うまい。トップンカップ、シーフードのおかゆです。タイにはおかゆって言ってもあのチョークっていうのとカオトムっていうのが2種類あるんですけども、カオトムっていうのはこういう風に米粒の残った、まあ、日本のおかゆに近い感じですよね。でもう一つチョークっていうのはもうチョークは今日ないって言われたんですけれども、もうドロドロになって米粒の残ってないタイプのやつです。うん、うまいね。揚げ物来ました。これホイチョーって言って、普通はカニの肉使うんですけども、カニの肉を湯葉で巻いたものですね。ただここのはエビって書いてありましたね。エビの身を湯葉で巻いて揚げたものです。ただ一般的にホイチョーっていうとカニの身を使いますけどね。うん、うまい。でこっちは魚の練り物の揚げ物です。めちゃくちゃ美味しいなここ。
メニューもすごい豊富なんで、なんか1日3食この店だけで済ましても良さそう。結局ここの店っていうのは中では飲み物だけ売ってて、それでこういくつも屋台が来てこんな感じで来るみたい。よくペナンに行くとね、こういう方式のお店ありますけれどね、場所だけ貸して。หรอปลาทอดเป็นตัวด้วยเดี๋ยวไปใช้ถือเนี่ยชื่อร้านอะไรครับร้านจาอาเดี๋ยวขอตั้งทอนก่อนขอตั้งทอนใหม่ขอตั้งทอนไปของทั้งหมดมันเป็นคำว่าไม่ใช่อะไรละ200คอนเทนเท่าไหร่25 205บาทร้านคาเฟ่เจ๊เปี๊ยะเจ๊เปี๊ยะเงินมา200ใช่ไหมใช่ให้มา200ขาด5บาทไม่ใช่ขาด5บาทขาด15ขาด15บาทขาด15บาทคุยกันไปคุยกันมาแดง180ดีกว่าเอา20บาทโอเค20บาทครับขอบคุณครับครับน้ำบัตรครับどっかでコーヒー飲みましょうかね。バイク返そうと思ったんですけども10時にならないと開かないんで、やっぱ時間潰しつつクラブってことロングブラックでいいや。なんかちょっとデザート食べてみましょうかね。ミシシッピーマッケーク、これにしてみようかな。ケーキとコーヒー来ました。ミシシッピーマッドケーキ、ミシシッピーが泥のように黒いって言うんでしょうかね。うん、まあ美味しい。カップ、コップなカップ、カップ。さあこれでバイクも返したんで、あとはホテル戻って荷物まとめて駅に向かおうと思います。今時間は10時45分、列車が11時47分発だったかな、確か。なんでまだ1時間ありますね。でさっき運行状況をチェックしたらもうすでに20分ぐらい遅れてたんで、多分12時正午過ぎちゃうんじゃないかな、オアヒに着くのが、列車が。だからまだ時間は十分余裕あります。あ、そうだ、部屋戻る前にランドリー受け取って、さあ荷物まとめ終わりました。11時10分気持ちのいい宿でしたね、まあ、すごくシンプルなね、安いんであれですけども満足です。
80バーツですね。ちょっとスーツケースもあるんでめんどくさいんで車使います。11時25分、フォアヒン駅に到着しました。